どうもジャムスゲームス 4MGCTV マルベリーでございます。スプラトゥーン実況やっていきましょう。さあ、アミーボチャレンジずっとやってきておりましたが、次はエリア1,2,3,4か、4まで来たと。エリア4までタコツボバレー来たので、アミーボチャレンジは3の方を今からクリアしていきたいと思います。ただその前にですね、パワーアップっていうのを、1回もやってなかったんですよ。でこれができるらしいんでちょっとやろうかなと。アミーボチャレンジに関係あるのかどうかは分からないんですけど、タコツボバレーで習得していたイクラを使って、強化できると。まずシューターをレベル2にしましょうか。次インクタンクもレベル2に、はい、スプラッシュボムもレベル2に。でボム追加っていうのがあるみたいで、クイックボムを追加しましょう。あ、ちげえ、シューター、インクタンク、スプラッシュボムは1個やってあんの、1個強化してたのかな。いや1回も強化してないよね多分。はい、これでボムが追加されたと。で残り、こことインクタンクを上げときましょうか。インクタンクを3にして、でクイックボムとチェイスボムもレベル2にしておきましょう。こんな感じでいきましょう。で、アミーボチャレンジの方ですねに戻ります。あ、でボムは矢印、十字キーで持ち帰ることができるということを説明が入りましたね。ハイカルシティに行きましょう。で、アミーボのところに行きましょう。であと、あ、そういえばなんか装備変えましたっていうか戻しました。前ずっとこの形のギアでやってたんですけど、やっぱこのギアが一番安定するということで変えちゃいました。まあどうでもいい余談でございますが、さあ、エリア1のねボスまで行って、今度はエリア2ものボスも前回クリアしたと。で今度はエリア3でございますね。でエリア3になってくるとやっぱ難しくなってきますね。操作が難しい。はい、まあいいわ。エリア3の、ステージ10ですね。ローラーでチャレンジ、ご褒美は1200。さあ行きましょう。今度からエリア3になりました。さあエリア3はどんな感じ。インクレールの摩天楼ということでしたが、このインクレールっていうのが、この移動するやつね、インク貯めてビヨーンって移動するやつで、これを、入ってビヨーンって、ね、こうジャンプしたりすることができると。途中でもね、でイカ2歳になってれば途中からでもあの紐の位置、紐的になってるところに入れるよという感じであったり、まあこのインクレールを使ったね、なんて言うんでしょうか、ギミックを攻略していく感じになりますね。さあさあさあどんどん行きましょう。でここでビヨンヨンヨンってやってね、誰もいないわけがないんですよ。それは分かってます、分かってますけど、ちょっとちょっとさあさあさあ、角度が、はいはい、ういディーン、デレレレッデレーン、チェックポイント、さあ行きましょう。下行ってからの上上がりの、みんないっぱいいるの、走るのってどういうことだ。こいつ嫌なんですよね、いっぱい出してくるやつ嫌だよ、やばい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 よ、いなくなったと見せかけているんだな。さあインクがなくなりそうな気配、一応補充してジャンプ。さあここなんだ、あここはあれですね、このインクレールをうまく使って上に登ってけってやつですね。こうここに乗ってビヨーンジャンプとね、だ上塗ってからじゃないと上がんねえや。上塗ってのノリのジャンピーのイカのさらにジャンピーの、はい、 OK でございます。でここもそうですね、インクレールを塗って、はい、で上がですね塗れないんで、登ってからのインクレール狙いの、あ失敗、あ危ない危ない、インクレール狙いのジャンプの塗りの OK でインクレール登ってきましょうと。はい OK、 順調。さあ次チェックポイント入って、あそこに2体いますね。
まあ、ここにおそらくシールドで、あ、じゃないな。シールドじゃない。じゃあ、まあ、狙っていきますか。あ、やばい。ジャンピング、あ、これやばい。あ、やられちゃった。上から行けってことか。じゃあ、ここで、あ、上から狙いの。あれ、よいしょ。あ、中途半端にしか塗れなかった。やべ、大丈夫。よいしょ。やん。やめてよ、いじめないで。まあ、倒さなくてもいいかな。いっちゃえ。あ、やべ、なんでジャンプした？まあ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 。まあ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 。下手くそは怖い今日。あ、あれ？次進んでた。あ、チェックポイント入ってたんだ。チェックポイント入ったんで、次進んでました。さあ、ここが、スーペシャルだ。スペシャルをゲットしてうまく狙って、はい、一発倒した。はい、こいつも倒して、やべ、切れる。あ、2発なんだ。2発なんだった。オッケー。もう一発。よっしゃ。スペシャルーノ。やべ、なんか後ろからもやられてる。スペシャルーノ。こいつ、あ、最後1匹倒せんかった。上から行きましょう。あ、2匹にや、ここ。こっち側全然倒せてね。登って、よっしゃ。近づいて、よっしゃ。オッケー。で、真ん中に出てきました。ジャンピーの。はい、最終チェックポイントでございます。よいしょ。あ、やばい、またジャンプしちゃった。危ねえ。ジャンプ禁物。さあ、ここはですね、まあ、特にないです。ここの着地点に敵がいるんで、普通に着地点を攻撃していきましょう。操作ですよ、操作が難しい。よいしょ。 OK。 さあ、これでゴールだ。まあ順調とはいかなかったけど、まあいいでしょう。順調。アミーボチャレンジ、エリア3のステージ10かな、11だったっけ。ご褒美です。あざす。10でしたね、インクレールっていうのが、あの移動するやつだ。インクレールの摩天楼、綱渡りだよ人生は。何ですかそれ。はい、11は透明の、秘密の透明ストリート。大切なものは目に見えない。なんか哲学ですね。はい、どんどん行きましょう。さあ、どんどん行きましょう。エリア3のアミーボチャレンジ2つ目のやつでございますね。11ですね。透明です。さあ、ここはですね、ギミックがありまして、新たなギミックですね。こう透明な道が、ギミックとして現れます。まあ、渡れねえやと思いきや、こう壁とかもねあるんでね。あ、雨ぞ、あー、ぶねえ、タコゾネついた。タコちゃん、タコゾネちゃん、ちょ一回攻撃先生を作りましょう。タコゾネちゃんの前にこの子たちを処理しよう。で、タコゾネちゃんはあっちでやりに行きましょう。あ、ちょ待って、ちょ、はい、ちゃんと塗ってね。タコちゃんはどこ、あれ、あ、いた。タコちゃん、うん、タコちゃん強い、タコちゃん強い。危ねえ。ちゃんとね、イカになって逃げる。いや、オッケー。下手くそか。はい、チェックポイント行きました。さあ行きましょう。さあ、ここも透明じゃないのか。ここは、あ、透明ですね。透明ギミックをどんどん進みましょう。あ、こいつどうすんや、どうすん。はい、 OK。 もう透明ね。うわ、こっちか。ちょっと待てよ。透明人間。あぶねー、危ない。あ、
爆弾ブーちゃんだ。爆弾ブーちゃん、ボム見えてなかった。ね、もっと爽快に行きたいんですけど、なかなか手間取ってますね毎回。ほらジャンプしてこい。よいしょ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 。塗りながら登り、ノーって危ねえよ今のは。やべくそマジか、何やってんすか本当に。ちょっといい加減してください、いい加減にしてください。マルブリさん、ちょ、こんな実況も怒られますよ、バッド評価増えますよ、下手くそやんみたいなね。ごめんなさい、下手くそです。下手くそでもゲームを楽しんでやっているんだ、はい、それでいいんだ、わかんないけどそれでいいのだ。うえべん、いやべ、はい。あ、でここ爆弾ちゃんね、爆弾ちゃん来て、よしよし、一発かましてから近くに寄って、あ、危ねえ危ねえ、落ちるとこだった。オッケーオッケー、チェックポイントで回復して、オッケー。よし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 、オッケーオッケーオッケー。あ、こいつ、ああびっくりした。ああ、吹っ飛ばされるとこだった。ああ、怖い怖い。やだやだ。はい、ここです。ここはですね、壁、透明壁があって、ここにですね、通り抜け道がありますね。まあ全部塗ればわかるでしょうって感じです。登りまして。はい、いますよ。さあ、戦闘じゃ、戦闘じゃ。よし、2体行って、3体目、うぅ、3体目、よいしょ、オッケー。で、この先には、あいつがいたってことは、あ、違う、上登るんや。ブーちゃんがいたか、いるかと思ったけど、ブーちゃんはさっきのとこだよ。あ、これチェックポイントじゃない、マンホール。さあ、ここでチェックポイント、オッケー。さあ、ここ透明ですが、ここが厄介なのが、これね、ノリで進んじゃうと、あ、こっちやな、死んじゃう系ですね。アドベンチャー、3D アドベンチャー特有の、操作性が求められるね。角度とスティック操作、角度とスティック操作との戦い。よし、焦んなきゃ OK。 焦りが禁物。インクがない、インクがないから補充してって。まあこいつあれか、あ、ダメや、まあいいや。で、道を探そう。たたたた、道を探して、はい、角度ついてる、気をつけて。怖い怖い怖いよ。ちょっと食らいながらでもいいよこれは。はあはあ、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 落ちないことが重要。こいつを倒すことより落ちないことの方が重要。回復、よし、ここで死にたくない、ここで死にたくないよ。ノリでいかない、慎重に慎重に慎重に、 OK。で、ここは透明&ロボくんですね。お掃除ロボくん。透明&お掃除ロボくん。OK。はい。透明、透明、透明、透明。はい。どこが道だ？あった。マスカリカード注意。はい、あとね。多少バンクになってるのか？うわ、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 うわ。怖えよ。え、ここ濡れねえよ。あ、濡れた。よし。よし。おい、オッケー。ふう、怖かった。怖かった。よし。ん？ここ大丈夫。大丈夫。これ絶対出てくるやつ。あれ、これね、風船やりたいやつですね、これ。裏取っての、風船、風船、ボン。オッケー。オッケー、オッケー、順調。さあ、壁登りの、間違って落ちないのですね。またいませんけど、あ、チェックポイント入った。シールドハイリーのあいつ上にいるやつですね。シュッチ、おい、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 ででででででで、ダーン、オッケー。ちょっと忘れてましたね。イカプレイを、イカプレイを意識。狙って、はい、狙って、隠れて、狙って、隠れて、はい、オッケー。まだいるよ。はい、ジャンピー。ここね、この壁に向かっていくのがいいですね。で、問題はここですよ。ここ上登って、イカだと落ちやすいんで、滑るんですよね、イカだと。気をつけて登りましょう。はい。いやあ、くそ、怖えよ。上に塗る、上に敵のインクがあったわ。ちょっとこっち側から行きたいけど、落ちないようにね。うわあ、これ気づかれるな。ちょっと全部塗って。いやあ、気づかれる。気づかれたくない。気づかれたくない。オッケーオッケー。はい、狙って一発で仕留める。はい、引く。オッケー。じゃあここね、安全にこっちから行きましょう。
よいしょ。ちょっとあそこにあるけど、まあ大丈夫でしょう。う、う、よし。はい、狙って、はい、ドン。OK。で、引く。OK。で、真ん中のやつを最後、勝利する。落ちないようにね。はい、落ちない。はい、狙って、はい、ジャンピー。はい、ほい。OK。で、あそこのね、壁に向かってジャンプすると。これね、ちゃんと塗って。壁に向かってジャンプ。OK。そうすれば滑んない。真ん中から行くとちょっとあれなんで。うわ、危ねえ、危ねえ。左から倒していきましょう。左のやつから、ね、落ちないようにね。落ちないように。ちょっと俯瞰構図にしとくといいですね。あの、矢印が出てるんで。よいしょ。OK、OK。これで落ちないよ。で、狙ってジャンプで。はい、隠れて。狙われてるけど、もうちょっと頑張ろう。よいしょ。ちょっと俯瞰にして、前の方に行って。よいしょ。届かねえのかい。やべえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、怖いよ。ふらつかないで。まあ右から行きたいんですけど、ちょっとショートカットを敷いて真ん中やって OK。 さあここね、最後ね、締め悪くしないでね、ちゃんと落ちちゃダメよ。ちょっと俯瞰構図にして OK。 ほい、うわ、ちょ、よし。これで最後は壁ですね。壁にジャンピーで、しっかり入るやつ。いくよ。うい。OK。OK。ナマズ。いやー、だからね、皆さん、ここ操作お気をつけください。イカが滑るんで。さあ、透明ストリートもクリア。クリアご褒美、1200かな？見てなかった。さあ次、岩場のタコドーザ、主なき暴走マシン。あ、ここね、ご褒美は1400ですね。さあ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 、もう行っちゃいましょうよ。ユウ行っちゃいましょうよ。ゴーゴーでございますよ。さあここは、あーね、これ系ね、これ系でございますよ。なんかシャワーです。シャワーがですね、狙ってくるんですよ、これ。で、鍵をまず入手しないといけないんだけど、鍵どうだ。うえ、来た来た。鍵あった。鍵をゲッツして、鍵ゲッツして裏から行きましょう。このシャワーに中に入っちゃうとやられちゃう感じですね。で、鍵開けてゴーですよ。ここも初めてのこのシャワータイプね。あれかな、縄張りバトルとかだと、あのスペシャルじゃねえや、ボムで、このシャワー系のボムみたいに使う、武器ありますよね。こんな円形じゃないけど。裏ついてって、大丈夫？はい、気づかれていないね。鍵どこだ？鍵。鍵はどこにある？ん？鍵どこだ？え？大丈夫？危ない危ない。鍵ねえぞ、ここ。鍵ないぞ。どうやって行くんだ。これ登ってっけ？ああ、じゃあ。あ、あそこ登る系か。ここだ。ここ登る系だ。え、違う。ここじゃない。え、どこや。あ、左？ここ？え、ここでもない。ちょっと待って。後ろから来てないか。え、どっから登んのこれ。あ、後ろから来た。あ、こっちや。え？違う。あ、違う、こっちはこっち。こっちにあった。こっちに道がある。こっちに行くんだ。でも反対や。反対や。一回ここで休憩。休憩しましょう。え、早く行って。あー、また来ちゃったよ。また来ちゃうのか。ダメか、これ。外回りしないとダメ系だ。あ、今ね。今なんか赤いレーザーがピーって入ったんですけど、あれはもう気づかれたってことですね。これ後ろついてても気づかれないね。振り返ったりしないよね。はい。振り返ったりはしない。おい。え？大丈夫？よし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 。OK。こっちやこっち。あ、びっくりした。で、ここを塗って、ウィーン。え？え？いいの？こっちで。先にこっち来るってこと？いいのか本当に。あそこになんか箱あったけど、あれ鍵じゃないの？違うっぽいな。先に進もう。
ゆえ隠れて真正面に入んないよ。はい、オッケー、シールド入った。ういうい、おい、ちょっとちょっとあたちょっとあたちょっとあた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 、よし。でこれ下落ちる系かな。下に落ちてどこだ、こっちか、こっち行く系だ。あ、でここをね開ける鍵を探すと。鍵ください。インク、インク補充して。うわうわ、あ、シールぶっ壊された。この畜生やられたわ、先に気づかれていた。まだいるんかい。はい、ちょっと回り、よっしゃ、鍵ゲッツ。はい、 OK ですね。ティーティリティーティーティリティーティリティーティ、はい、行きましょう。お、ここはくるくる扇風機、これも初めてここで出てきた。あ、やべ、よいしょよいしょ、上から狙おう。上からは有利です。はい、よいしょっと。さあ順調順調、最終チェック、もう最終チェック。ここはね案外早いんですよね。あ、気づかれてる、気づかれている。さあ鍵どこだ。鍵、マップ上で見ると鍵のありかが分かるっていう話なんだけど、マップ、マップ、え、どこだ？うわ、あ、気づかれた、赤い線が入った。どこにか、うわ、あ、分かった、こいつを倒す系だ。倒すと鍵が出る系だ。おっしゃ、来た。うわ、危ねえ。こっちけど、あ、気づかれた、なんか、おっしゃ、これラッキー。ウィー。あ、ちょ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 、危ねえ、危ねえよ。これいった系ですか。あ、これいった系ですね。てってれってーん、生ジュゲッツ、生ズちゃんゲットでございます。あるじゃなくて暴走し。さあここの後に、リア3のボスでございますね。さあここまで兜と鎧と来てるんで、まあおそらくは足でしょう。来た。でここが終わった後に目的の多分あれですよね、ローラーの新しい武器で、一番最後は何なんだろうね、これは分かんないですよね。それも楽しみであると、まあいいでしょう。エリア3のボス、チャレンジしましょう。具足が手に入ります。具足が、さあ来ました、エリア3のボスでございます。さあエリア3のボスどんな感じでしょうか。転がるはまるなんちゃらかんちゃらということで、まあ、くるくる系です。くるくる系ってね、何系があるんだ他にって感じですけど、今までの、1、2とはちょっと、ボスの種類が違うみたいでございます。こんな感じでトゲが出てくる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 パン、一応目があるよ、ブイーンということで、このコロコロボールくんを、ってね、はい、イカが、イカじゃねえ、タコの足が口から出てきました。ちょっとね、やばいですね。で、この子は今までのとちょっとテイストが違ってですよ。こっちから何かすることはありません。こうやってビーンって走ってくるのを避けるだけでございます。そして、目が回ってくれるのを待つ系です。これもアドベンチャー系のボスでよくある感じですよね。目が回るのを待つっていうかね。目が回って倒れちゃうね、自爆系ね、自爆系キャラ、うん、はい、塗っといて走ってくるんですけど、まあ、全然イカであればシューって避けられちゃいますんで、でまたくるくる回ってね、こうやって塗り返してくるんですよ。やめてください、私一生懸命塗ってるんです。また来ますよ、イカでピューってね逃げれますから、ピューって追ってくることはあんましません。さあここで埋まった、こいつをバンバン、オッケー、これで一発目 OK です。さあ、2回目の、状態ですが、まあ、今までのね、ボスの傾向だと、攻撃パターンがちょっと変わってきたりしてたんですが、こいつはあんまり変わりません。問題はですね、このマップが変わりますね。マップがこう、くるくる回る、マップ自体もくるくる回るようになりますね。まあ、なんで、うまく、やんないと、まあ、うまくやんないとっていうかね、普通にやってれば逃げれんですけど、まあ、ちょっとね、やりにくいです、ピーンと。ただね、基本的にはこう直線距離ビーッと走ってくるだけなんで、
まあ今までのね、2とかのボスの方がね、まだやりにくかった気はしますね。はい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 。埋まりませんね。さっき目回すって言ってましたけど、目回してるわけじゃないですね。なんか、これ、自分のインクのところで着地すると埋まるってことなのかな。まあこれなんか、ああ、違うね、やっぱり。これ私、なんか誤解してますね。自分のインクのところ、あの、回転くるくるが来た後に、自分のインクのところで終了すると、うっ、危ねえ。うん、そうっぽいな。そうっぽいな。そうすると、あの、なんか、埋まっちゃうってことですね。じゃいっぱい塗っといた方がいいってことですわ。いっぱい塗って、いっぱい塗って、いっぱい塗って、埋まってくらえない。くらない。埋まってくらない。埋まってくれないか。くれないか。あ、真ん中に持ってきゃいいのかな。そうすれば埋まるでしょう。あ、待った待った。そういうことか。なるほどね。今更わかった。普通にクリアして、クリアした時には、そのルールを知っていなかった。自分の塗ってるところで、あのダッシュが終わると、埋まる感じですね。で、3回やれば、OK と。で、また、攻撃パターンは変わってこないんですけど、結局、範囲ですね。範囲が今度狭まって、あのインクが塗れない領域が出てくるという感じですね。3回目が。でもうこれワンチャンあるんじゃないですか。これ、ここで埋まってくれないのかよ。ってことはやっぱ真ん中がいいのか。真ん中に来させるのが非常に有効。何やってんの何やってんの。私この人で死んだことなかったんだけどな私この人で死んだことなかったんだけどな。ちょっと狙いすぎってことか。ちゃんとね、相手の、うぅ、やべやべやべ、何やってんだよ本当にちょっと狙いすぎですね。狙いすぎ良くない。よし、理解した。うん、狙いすぎは良くないと。そんな焦んなくても、ちゃんと時間をかけて塗った食っていけば、こっちに優位性があるから、そんなに頑張んないでいい。はい、ちゃんと逃げれるだけ、逃げれる準備だけ。はいはいはい。あ、これさ、外側もあんだ。ってことは外側塗っとこうか。ここら辺で来てくんないかな、来てくんないかな、来てくんないかな。埋まんない、埋まんないんだ。別に この埋まる判定もよくわかんねえな。別に外側塗っときゃいいってわけでもなさそうだし、どういう判定なんだろう。ちゃんと見てね。よいしょ、 OK。 あ、埋まった、 OK。 え、ちょっと待て待て待て待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと今のイージーだよ。Weezy gonna weezy go。 なんだっけやべやべ、見えてない見えてない。よしよしよし、びっくりした。ちょっとちょ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 、これ大丈夫大丈夫だ、はい、しっかりしてくださいよ、マルベリさん。本当にちゃんとやってくださいよ。これは真ん中に逃げる系でいいかな。よいしょ。あ、これ埋まった系だね。オッケー。あ、よいしょ。あ、え？ちょっと、本当にいい加減してくださいよ、マルベリさん。あなた下手すぎでしょ。いやべえ。よし、また。今度こそ。おい、オッケー。ふぅ。ふぅふぅ。さあ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 さ具足サムライシューズをゲット。生かしたご褒美あげるわっつってね、はい、いや次はエリア4でございますよ。ついに待ちに待ったやつが来るんではないでしょうか。楽しみでございます。まあ恒例の装備タイムといきましょう。ギアを装備しましょう。カスタ
まいです。頭サムライヘルメッツで、体がサムライジャケット、そして足がサムライシューズ。こんな感じになりますね。完全サムライ。もうちょっと他のアバターとね、異質ね、なんでもうかなり目立ちますね。ただ能力的にはね、2つしか解放できないんでね、まあただ序盤2つ付きのやつはなかなかないのと、あとデフォルトのやつが攻撃力アップ、スペシャル増加量アップ、スペシャル時間延長という形でね、かなりいい、特性がついてるんでね、非常に優秀だと思います。ということで、今回はエリア3のボスを倒して、具足ですね、サムライシューズをゲットするとこまで行きました。次回がおそらくサムライのローラー名前がちょっと出てこないんですけど、名前ってサムライローラーではなかったですね。まあそれをゲットするっていうのが目的なんで、まああと最後のやつね、4つ目はローラーだとして、5つ目は何なのかっていうのが気になります。それもね、ぜひ乞うご期待ということでございまして、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。したっけ。